ここからまたこの少しずつシェードができてくるんで、これを狙っていきます。おおお、なんか後ろになった、起きた。はい、おはようございます。今日は5月25日土曜日の朝4時47分です。ということでおはようございます。と2週間前農家さん川に続き、今日は大江川での釣りです。まあちょっとね、風が水面見てみると分かると思うんですけど、風がちょっと強くて水面が波立ってるんで、自分の好きな釣りがちょっと通用するのか不安なんですけど、とりあえず今日も大好きなポップアルカ、そしてめちゃくちゃ濁ってるし、懸垂して波が当たってるからこうなってんのかよくわかんないけど、とりあえず大好きな、まあ、水面系、今日ちょっと違うのも持ってきて、まあ、スペアベイトとかワイヤーベイト系とかも持ってきてるんですけど、とりあえず自分の好きな釣りで押してみて反応があるかどうかやってみたいと。で、風裏をもう釣っていくしかないんで、あれなんですけど、自分のこのトップやる一番の条件として、水面、穏やかな水面がかなり自分が重視してるんで、まあ穏やかな水面とローライトと、あと浅いところ、この3つを狙って釣りしてるんで、いつもこの水面だとちょっとね、トップの強さがかき消されちゃうんで、せっかくので、ちょっと、まあ、色は今日強め黒から入ってるんですけど、まあ、そういうのも見越してなんですけど、これで反応があるかどうか。で、本当はね、一番上入りたかったけどね、もう車止めれんかったから、で、朝ちょっと遅かったしねって言ったの、本当は赤くなる直前から釣りしたかったけど、あっち行った方がいいな、こっちあんまり風が当たりすぎてる、あっち行くかのが。で、そう、時間が今日10時半まで、マックスが10時半までなんで、なんとか釣れるんで、早く釣れたらまた今日も早めに帰りたい。ちょっとその辺頑張って、なんとか大江バスを釣れるようにやってみたいと思います。めちゃくちゃ木あるやん。で、一番やりたかったのここ、一番風がプロテクトされてるから。あ、なんかベイトかなんかいるやん、ここ。違うか、なんか落ちた、なんか木が浮いとんか。はい、今度ね、シェードを求めてこっち、まあ、ちょくちょく移動してきてるんですけど、とりあえずシェードがやっぱ必要だなと、やりきるには。で、ここちょっともうちょい先からかな、なんかドローン入ってしっかり入ってるところ、浅くなってるところ、そこがチャンスだと思うし、今日自分が入ってからはここでやってる人いないんで、いつもいるんですけどね。はい、今度移動してきて、合流の下流の、まあ、自分好きなとこですね。で、結構人がいる、こっち側もあっち側も。で、時間が今5時44分、どんどん時間が長くなってきます。で、ちょっと色変えます、てか一番使い古してるポップアールに変える、ちょっと黒じゃなくてもいいかなっていう。で、水は減衰してるけど、全体的にもう濁りは入っちゃってんだろうね、これね。わお、上流はね、いつも濁ってるけど、こっち来てもこんだけ濁ってるってことは、もう多分全部濁ってるから気にしなくていい、というかむしろハードウェイトやる人からしたら濁りはありがたい。増しやすいから、まあ、でもますますスピナーベイトの雰囲気だけどね、風といい濁りといい。フランクベイトでもいいかもしれない、フランクベイト持ってきてねえな今日。やってみせるのか。はい、今度は普段のの下流で、今時間が6時、まあここをやってトップでやってダメだったらちょっと違う釣りを模索します。諦めたくないけどな、トップ
ただなんかね、釣れる気がしない。もうちょっと向こうだな。もうちょっと向こうにしよう。ここら辺が違う。この辺からやろう。しゃあ。まあ、ここも自分がトップ好きなんで、シェードも絡むし。風がもうちょっと当たってるかなと思ったら意外と当たってないから、ワンチャンあるような気がする。はい。ちょっとね、ポップアールで攻めて、まあ、このシェードのとこまで反応ないんで、ちょっと思考を変えて、ビッグバド系、まあ、カツバディのドラフトウィーカーなんですけど、カツバディまだあんのかな？よくわからんけど。これもでも兄ちゃんにもらったんだ。2個くらいもらってるからね、これ。ちょっともう1個、この間ももらったから。絡まっとるし、ちょっと待ってね。よし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 。もうこれでカコンカコンってやるしかない。これも波ダメだろうな。はい、ちょっと今トップやったんですけど全然ダメで、まあこの感じなんで、ちょっとスピアベイト、これをちょっとね、土のうについてるやつを狙ってスピアベイトを入れていきたいと思います。なんだっけこれ、シャローロール、自分の差のシャローロール、浅いところを巻きたいからというよりはなるべくゆっくり巻けるやつ。まだ多分この間釣れた2匹目のお三方で釣れた2匹目のバスも完全アフターだったからね、まだ回復しきって、あんまり早い動きよりはできる限りゆっくり引けるやつの方がいいかなということでのシャローロール。釣れてほしいけどな。もうこれトップダメだったら正直もうかなりやばい。まあ初めからこうなることは分かってたけど、風が強いからさ。ガツンできちゃわんかな普通に。うわっ、やったよこれ。はい、速攻でスピアベイトロストしたんで。もうガチェンジした。ただまだシャローロール、これ沈めすぎはいかんな。もう相当メンタルがやられるわ。はい、今度は何だっけ、深浜周辺です。深浜はあるのかな。ここでまたちょっと元に戻して、ちょっとスピアメイドとかやったけど別に美味しそうには見えるけど、結局どうせ坊主食らうんだったら中途半端なことやらず、大好きなポッパーやり通して信頼でしてるルアーでやりきって坊主食らった方が気持ちがいいんで、もう一回ちょっとトップの釣りに戻します。ここも土のう結構入ってるね。ここからもう一回ちょっとシェードがちょっと微妙にでき始めてきたんで、そのシェードの隙間に入れてワンチャン狙っていきましょう。ただ人がいたんで、成功者の方がちょっときついかなと。まあ関係ないけどね。U ターン、ダメだな、アピール力が弱すぎる。水面が穏やかだったら一発ぐらい出そうだけどな。ここからまたこの少しずつシェードができてくるんで、
これを狙っていきます。でもあそこでもう何にも反応なかったらもうきついな。この状況は相当きついぞ。後ろに起きた。うわマジで乗ってねー、乗ってねー、乗ってる乗ってる乗ってる。2回出てきた、2回出てきた。頼む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 、オッケー食ってくれ。頼む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 。マジでマジで、うわマジでマジか、やったなこれ。かー絡まってるし、うわ出た出た出た、でも出たぞ出たぞ出たぞ。あるんかあるんかあるんか、トップ。くそー、あーでもやる気出てきたけど、どうなんだろう。うわもうないか、ワンチャンだけ。2回来たけどね、今動画撮れてたかな。うーマジマジかー、くそー。いやね、時間がもうあんまないんだよね。8時59分、くそーしまった、あと2時間半。頑張ろう、でもやる気出てきたぞマジで。よしこれで頑張れる、これでもうまた今日もポップトップやりきります。はい、今度は移動してきて、東大江のカーブミラーのところで、時間が今8時18分。ちょっとね、ちょっとさっきのバイトでやる気出てきたね。ここもシェードだけ、シェード少ないけどシェードを狙ってひたすらトップ。ただこの水面が波立ってるのが本当にダメなんだけどね。ちなみにとこは今日釣れんかったら来週リベンジさせて。あーでもちょっときついかな、この流れ。水が出てんだここ、あっちの方がいいけど、あっちも行っちゃうのかな。あっちも向こうかやらしてもらおうかな。この朝入った西の上流のこのシェードを狙いに来たんだけど、ちょっと風が抜けすぎてる、当たりすぎてるけど、とりあえずバカの一つ覚え。トップウォーター、まあ無理だろうな、ここはちょっと早めに見切ろうけど、来たからやります。よいしょ、ちょっと待って、今もう時間が9時、え何時だったかな、9時11分なんで、あと1時間ちょい。ちょっと厳しいけど、もうやるしかないからね、もうこれを。自分にできることといえば、はい、この中学校裏、うわちょっと待って、のこのシェード狙ってまたポップアローやっていきたいと思います。ここもそういうのはそんな入んないからな、この一番美味しそうなシェードでしょ。こっちかって、こんなに取ったないからな、あっちかは浅いけどね。ちょっと待って、うわ不景も中層にサスペンドしとったら出るけど、どうなんだろう。でも時期的に縦ストにサスペンドする時期だよね、アフターで本来は。はい、前回もお世話になったポップ X です。いや、もうエビちゃんです。晴れた日のポップ X のこのカラーマジ無敵だから。
虫ですよ、虫ですよ。セミからだからね、セミを演出しない、言うて。はい、最後、今もうね時間が10時19分、あと10分しかないんだけど、最後もう一回あの深浜湾のワンマイとあったところに戻ってきたんですけど、さっきはその中学校裏だと風あんまり気にならなかったんですけど、ちょうど防いでてくれてたんで、こっち来るとやっぱ風バンバンで水面困難なんですけど、もうこれしかあのバイトを頼るしかないんで、最後こいつで10分です。残り時間10分です。またシェードを打っていきましょう。やめよう、釣れる気しない。時間は今10時26分、完全に負けすらすいと、完全にダメだ。あのチャンスを逃したのがダメだったな。終わろう。ということで完全坊主でした。あの1匹がな、取れてればよかったんだけど、全然ダメだ。ちょっとまた時間見つけて、来週来れたら来たいけどな、まあ、ちょっと家族会議ですねということで、くそー、今帰ろう。帰っておとなしくしておきますが、このね坊主食らったね、あとのね次釣り行くまでずっとねもや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 してるからね、体に良くないから、ちょっと早めに本当リベンジできるように、また次回も大岩で頑張りたいと思います。まあちょっとねこういう天気だとちょっとこういうのが聞きにくいんで、自分の好きな釣りがちょっとワームとかも入れながらやった方がいいかなと思います。ということで最後まで見に来てくれてありがとうございました。さようなら。